カーペットじゃろ。うんうん、そうじゃの、うん、でテレビこっちか。でもそうすると窓の反射でこれ画面見づらくなるな。ほいじゃあベッドこっちに寄せる。そうじゃの。様は？妻は死にました。あんこが生まれた次の日の晩に。お姉ちゃんもきっと喜んどるよ、あんなええ子に育ってから。じゃけそこが一番心配なんよ。うちでも学校でもずっといい子でさ、あいつはあいつなりにいろいろ背負うて我慢しとるんじゃないかななんて思ったりしてさ。こたつで寝ちゃダメよ、起こす人おらんくなるけえね。はいはい、今のうちに娘さんといっぱいお話ししておきなさい。約束をしようよ明日の思い。大事なことほど話せないのよね、家族って。今日のことは一生忘れんのんじゃろうなって思った。